壁紙ハリハリルンルルン、4時間やっても疲れない。皆さんこんにちは。私は腕のいい大工に憧れる主婦、うさぎ大工です。今日のテーマは壁紙貼り楽しいです。はい、かなり早送りでね、風景を見せておりますが、ここは、私の父の家の洗面所ですね。父がね、毛染めをするので、すごいなんか壁紙汚れてしまったので、ちょっとこう張り替えてみようでできるようになったしなーっていうことでね、やっております。今日は私の大好きな壁紙貼りについて語りたいと思います。いろいろコツとかもね、あったらお伝えようかなと思います。はい、今回貼ってる壁紙は壁紙屋本舗さんのものなんですけれども、品番とかあったらちょっと出そうかな。はい、これです。フェミニンな壁紙セレクションということでね、生のり付き壁紙ですね。生のり付きっていうのは、裏にのりがもうすでに貼ってある、塗ってある本ですね。もうこれがやっぱり便利なので使っております。はい、柄はこんな感じで、結構こういうね、縦線に綺麗なお花の柄がついていて、で汚れてもなんかこう拭いて綺麗にしやすい素材で、ちょっと普通のよりちょっとだけ割高だったんですけれども、高級感ある感じの洗面所にしたかったので、購入しました。壁紙屋本舗さんの、生のり付き壁紙の貼り方っていうね、YouTube がすごく良かったので、概要欄に貼っておきます。私、お友達何人かとね、壁紙貼りを、このチャンネルの一番最初のね、に出した1本目の動画で、1軒のね、古いお家を直したんですけれども、全部ね。でも友達とずっと壁紙貼りをしてたんですよ。で、その時にだから初めて、友達と一緒に初めて貼った壁紙が、この壁紙屋本舗さんのですね。で、なんか他のね、日本ペイントさんとかかな、なんかホームセンターで買えるような、壁紙も貼ったことあるんですけれども、やっぱりね、壁紙屋本舗さんのはノリがめちゃくちゃついてるんですよ。他のメーカーよりもね、ノリの量がすごいんですね。なんかちょっと乾いてもまた貼り直しも効くし、ちょっとやっぱりね、乾きくのが早いんですね、他のやつは。で、乾いてきたって言ってこう焦ってしまうし、こう付きが悪くなったりしてしまう原因にもなるし、で、シワになった時にこうもう一回剥がして、でもう一度撫で刷毛でこうね、慣らしてっていうのが、もうシワを伸ばす作業もやっぱりのりがいっぱいついてるとやりやすいので、おすすめですね。そうは言ってもね、いつまでも壁紙屋本舗さんの生のり付き壁紙が乾かないかというと、そうでもなくってそりゃそうなんですけど、私なんか先走ってこの壁紙を買ってしまってね、それでなんか買ったのに、届いたのに、そこから他の作業がガッと入ってしまって、でそれをやってるうちに、どん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 その壁紙は置き去りでね、時間が経ってしまったんですよ。で、開けてみると、なんかね、袋の内側にすごいなんか水滴がついてて、糊の水分がちょっと飛んでったんですよね。なんか前届いてすぐに使った時よりも、やっぱりね、糊が乾いてたんですよ。で、どうしようかなと思って、普通についたけど、端っことかはやっぱり付きが悪くって、さすがのね、生のり付き壁紙もちょっとやっぱ3週間4週間経ってしまうとね、到着から付きが悪くなったので、糊をね、壁紙用の糊を買ってきて、ハケで端っこの方を塗って、でやりました。なのでね、一回その壁紙を生のり付きのやつ買っちゃって、買ったはいいけど時間がなくてずっと貼れなかった、どうしようみたいな方がねもしかしたらいるかもしれないので、大丈夫です。のりを買ってね、ハケで乗れば大丈夫でしたので、ご安心くださいでもなんかのりが
つい1ヶ月ぐらい前にホームセンター行ったら全然なくって、戦争の影響なのかな、糊がないみたいになって、どうしよう、もうこれ以上私はもう壁紙が貼れないのかしら、みたいな風に、なんか悲劇のヒロインみたいにもうなんか戦時中も物資がないみたいな気分になってたんですけども、なんかアマゾン見たら普通にネットで売ってたので、ああよかったと思ってね、買いました。800円ぐらいだったかな、ちょっとこう蓋ができる大きめのサイズもね、はい。でまあこうやって貼っていくわけなんですけども、いやまあね、さっき歌も歌いましたけど、最初にずっと貼っててもね飽きないんですよね。いや楽しくてもう疲れない、全然疲れないです。お腹が空いてもまあちょっと食べますけど、パクッとなんかおやつ食べて、よしもうちょっとやらなきゃみたいな感じでやるわけなんですよ。全然なんかね疲れ知らずでこの作業は私できるんですね。うん、なんかちょっと向いてるのかしらって思うけどもうこれあんまりちゃんと詳細ね取れてないんですけれども、まあそのつなぎ目とかももうなんか曲がってるし、まあ前より上手くなりましたけど、なんかもう模様と模様でこうつなぎ合わせるところがずれてるし、結構よく見ると散々な出来だったんですけども、まあ実家だしいいかということでね、 DIY でよろしてねっていうことで、まあまあな出来だったんですけども、まあでもとにかくね楽しく一歩一歩やっていくことが大事ですので、 DIY はね、まあ適当にはやるわけじゃないんですけど、まあ結構ね壁紙張りも奥が深いですね。こういう場所はこんな風に貼らなきゃいけないなとかね、ああ間違ったとかね結構あるんですよね。ここもちょっと窓のとこがお困っていて、でなんかこう重ね合わせるとこが結構難しくってね、やっぱプロの方の痕跡がやっぱ残ってたんですけど、こう壁紙を剥がしてから今回貼ったんですけど、剥がしたら、なんかすごい細く貼ってあるとこと太く貼ってあるとこがあって、そうやっぱ柄があるとね、結構難しいもんですね。今まではその前の全部直したお家は柄がないタイプを買ったんですよ。やっぱ柄があると合わせるのが大変だろうなと思ってね。で今回ステップアップするために柄があるやつを選んだんですけれども、なかなかそのなんていうの、パラパラ漫画みたいにパラ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 ってやってこう絵柄を合わせて、でジョイントカットのとこ大きめに取ってね、切って、まあ、貼って切っていくわけなんですけれども、まあなかなかちょっとねできないとこもありましたね。やっぱりその壁紙も限られてるし、そんなたくさん余分に買ったわけじゃないので、もうこの辺この細いところはさっき余ったこれ使おうみたいな風に、前のね柄がない分はそれができたんですけども、余ったからこれ使おうがね、やっぱその柄があるとすごいやりづらいんですよね。と思ったけどこの柄と柄合わないじゃんみたいな風になったので、柄の壁紙を貼る時って本当注意が必要だし、たくさん買わないといけないなっていうことが今回分かりました。はい。でまあね4時間貼っても疲れないっていう歌をなぜか歌ってしまったんですけど、いや本当になんかね、そうは言っても、まあ、あまり上手に貼れてはいないんですけれども、すごい楽しいのでね、結構壁紙貼りは最初にやる DIY としてはおすすめだなと思います。私みたいにまあちょっと失敗してもね、結構いろいろなんとかなるんですよ。端っこの方がビリって破れてもジョイントコークっていうね、色付きのボンドが壁紙や本舗さんのキットだとついてくるんですけど、それでちょっとこう塗って貼り付きも良くなるしごまかせるしみたいなね、
感じですね。で、あ、そうそう、今ね、腰袋見えますかね。腰に私袋、もう腰袋があるとこの壁紙を貼るときめっちゃ楽なんですよね。2000円ぐらいで勇気出してね、やっぱりいると思って買ったんですけども、腰袋にハサミとかカッターとかなでばけとか、あとジベラとかね、全部入れて やるとね、すっごい楽にできました。ウェットティッシュとかね入れてます。スポンジで拭くって言ってたけど、スポンジだと、あ、今拭いてますね。何回も、なんていうの、汚れがついたのまた汚ね綺麗なところにつけちゃうみたいになってちょっと大変だったので、私はウェットティッシュでやっております。はい、まあ、壁紙はこれからもまたねいっぱい貼る機会があると思うので、はい、ワクワク楽しみにいろいろね、まあいろんな DIY に挑戦していきたいと思います。はい、今日はねもう壁紙貼りが大好きで疲れないっていうお話でした。最後まで聞いてくださりありがとうございました。これを見てくださった方がニコニコ笑顔で元気で幸せになりました。バイバーイ。